台風13号は沖縄本島の東の海上を北西に進んでいて、台風の中心付近の発達した雲が沖縄本島周辺にもかかっています。台風の中心の気圧は985ヘクトパスカルで、このあと時速30キロの速さで北西に進み、今夜には奄美大島付近を通過する見込みです。沖縄本島では明日朝早くにかけて台風を取り巻く雲の影響を受け、雷を伴う激しい雨が降る恐れがあります。現在、沖縄本島中南部、北部に波浪警報が発表されています。今日午前、豊見城市のオクラ農家では台風の接近に備えて茎や枝を短く切って強風に備える切り戻しの作業や早めの収穫に取り掛かっていました。海の便は今日1日台風の影響を受け、那覇と周辺離島を結ぶ航路は午前9時発の赤島行きのフェリーが出た後、すべての便が欠航となりました。結構毎年行ってはいて、ぜひ行ってほしいと思って行ってたんですけど、まあこの天気とフェリーがっていうことで。この後どういう予定になってますか？今絶賛考えてます空の便はほぼ通常運航となっていますが、那覇と大東島や奄美を結ぶ路線で一部欠航が出ました。県内で最も台風が近づいた本島北部では、今日午前10時45分に国頭村奥で最大瞬間風速 11.7 メートルが観測されました。この影響で北部を運行する路線バスが7つの路線で午後4時から運休していますが、明日は通常通りに戻る予定です。